あ、そうですね。メルクリウス・プリティ、何回目だ、6回目ぐらいかな、6回目ぐらいですかね、6回目ぐらいのメルクリウス・プリティやっていこうと思います。ウイが順調にね、こう育ってきて可愛くなってきてるよね。あの、いや、もともと可愛いけど、よりこう可愛さに磨きがかかってるというかね、そういう感じです。なんかこう我が子のように可愛いね。いや、我が子がいた試しがないからちょっと分かんないんだけど、なんかそう比喩してもいいんじゃないかという感じがするぐらい可愛い。よし、なんだかこう3分の1終わったぐらいですかね。もういや、もうとっくに終わってんだ。それは結構終わってますね。48日で終わりなのかな、これ。おはよう。そうだな、朝だ、すごいぞ。なんて言ったって、あの太陽が東から昇ってきてんだからな。よし、じゃあ何しようか。あまり精霊召喚いっとくか。精霊召喚して、じゃあダンス、そして訓示。どうだ、これでストレスやべえかな。はい、お、精霊召喚なの。相変わらずウイはいい子だね。と妹なかりせば死すことなくいずれかなりし。セリフの途中で終わっちゃうのちょっと残念すぎる。なんか見覚えあるよ。炎の本質、それは完全なる純粋さ。はあ、妹よ、お前の心が炎のごとくありますように。はあ、ちょっとしゃっくり出た。嬉しい。はあ、嬉しいか、嬉しいか、そうかそうか。でも、かわいい。本当は嫌だったの？何それ、ちょっとなんかこうちょっとツンな感じになったな。おお、水は全然上がんないんだな、なんでだ。お、体力すごいな。なんか本当は嫌だったんだけどね、ちょんみたいな感じに、かわいい感じだったのよ。思わず出れた。あれは出れざるを得ない。ダンスする。おお、いいね、いいね。出れたって言うと語弊があるな。デレデレした、俺が。なんかこの曲、ロンドン橋と何かと合わせたような曲だね。だってさ、嫌だって言ったのに。何ちょっと可愛いんだけど、すげえ可愛いんだけど、何なんか話の脈絡はちょっとよくわかんないけど、すげえ可愛い。話し方があの日常の博士みたいだったけど、東雲研究所のなんとかだし。雪のように白い白鳥の宮で虹のもと白の死去。お、やべ、なんかレベル高いルビーできた。宝石、赤い。そうな、びっくりするぐらいなんかいい感じじゃない。私頑張ったの。頑張った、うん、偉い、超偉い。そうか、今日頑張ったもんな、いろいろな。お眠なの。うん、わかった、おやすみ、しっかり休みな。俺さ、せっかくウイが作ってくれたものを売らなきゃ意味ないの、やっぱり。なんかあの記念品として持っておくとかっていうことはゲームとしてはあんまり意味がないことなのかな。将来なんかあのウイが魔王に洗脳されそうになった時に、あの宝石が光り輝いてその洗脳を阻止してくれるとか、そういう展開になったりしないのかな。
売れということなんだろうから 売るけどさね、ちょっとなんか暗い指ルビーで安くあれそんなに巻いてありがとうございました。暗いルビーっつってもでもルビー基本的にあんな色だよ、もともとやたら赤いのね、多分ルビーじゃなくてね、それスピネルだよ。客何を言う、なんもいらないいらないこいつ。先輩じゃあな、やったら赤いさ、あの何コカ・コーラのボトルの色みたいな赤い宝石が売ってるじゃないですか。でそれをルビーって売っててもね、それは結構信用ならないから気をつけた方がいいですね。あのスピネルっていう宝石があってですね、スピネルは基本的には透明なんです、あの無色透明なんですけど、それにちょっと鉄分を入れたりすると赤くなるんですよね。でそのレッドスピネルがなんかルビーの代わりとしてよく出回っててね、その価値的にはかなり低い、まあ、柔らかい宝石なんで、ただそれで騙されて買っちゃう人が多いんでね、ちょっとルビーに関しては気をつけた方がいいですね。若干ね、暗みがかかってる方がね、このルビーですね。あと白く白濁して なんつうの、赤いんだけど若干黒濁というか白濁というか濁ってる感じのルビーも割とあります。それはねあえてスピネルでそんな色のやつを、だっておおあっウイが大人になっていく、あ服がまともになった、露出が下がった、やった私大きくなってる、急成長しすぎだろちょっと、なんか上半身がやたらと膨らんでるっていうより腰がやたらと細い、腰じゃねえなあれなんだ、肋骨の下のあたりがさギュワってなってんじゃん。ちょっとおかしくない、その体型は人間と同じ考え方ではダメなのかな。あ活動時間すげえ増えてる、あなんかなんかできそうだったけどできない、外出休息精霊召喚すげえな、6時間かかるのか、でっかくなったな。会話してじゃあ読書で精霊召喚か、精霊召喚もしたいけど君主としてそうね、会話読書君主と運動して、あれ運動3時間、まあいいや、あれ今ストレスすごいことになってるけど、もしかして会話でストレスを緩和してやろう、楽しく会話しよう。お話でしょ。そうお話だよ、大きくなったウイに関して。お外のことって本だけじゃ分かんないよ。そうだな、それはそうだと思うわ。いや私が瓶から出たらね、マスター最初に何してほしい、なんだろうな、ちょっと待って、この4つの選択肢で答えるの、じゃあいい子してほしいとかそういう感じ。ホムングルスはかわいい、これいつもマスターのこと心配してるもんなんだよ。そうか、それはちょっとありがとう、ほんとマジありがとう。楽しいよね、楽しいな、かわいいな、さあ何にしたらなきゃ次、マジか、ちょっと待った、ちょっと成長したんだから、目抵抗力とか上がってない？マスター新しいのある？ごめん新しいのはないんだけど、前回の続き次のページまで行こうぜ。ある日森でモズラとクジャクが出会い、あこれ見た、おそれを見てウズラは大きくうなずきました。本当にとても綺麗ですね、まるで王女様のドレスのよう。でもオスだけどな、そのクジャクはそれを聞いてとても満足しました。ほうほう、あれ飽きちゃった、ああマジか、あなんだオロオロしてる、そんなことないよ、ウイはダメな子じゃないよ、ちゃんとできてる、いい子だよ、大丈夫だよ、
何も心配することはない。やべ、ちょっと待った、これクンストストレスが。マスター、ワクワクしてるでしょう。ハラハラしてる。何時それぞれの神戸に冠を置き、自分も変わった。王とさすれば一つ。あれあれ、失敗か。何、大丈夫、落ち込むことない、落ち込むことないよ、大丈夫だって。そんな、うー、ストレスやべえ、ストレスやべえっす。何にしたんだっけ、運動会、しかもこの後に及んで運動会、あ、いや違う、運動でストレスをダンスでしょ、弾けてます。あ、曲が変わった。やべ、あ、な、やべ、超かわいい。これロリコン大歓喜じゃない？俺ロリコンじゃないからそんなことないけど、超かわいい。ふいは踊り好きなんだな。そして勉強嫌いなんだな、じゃあ。勉強難しい。ちょっと待って、今のはダンスだ。そこは突っ込まざるを得ない。今のはダンスだ。勉強ではない。いや、ダンスの勉強ってことなのか？ストレスやべえな。やめな、ちょっとこれ次のストレステストやクリアできない。うざ、ちょっと寝て寝て寝ていいから、うん、おやすみ。薬に頼るか。アイテムを使うためにある。よし、体力も回復してこう。よしよし、よし、薬買いに行こう。ちょっと大事なマナ娘に何かあったら困るからね、ちゃんと薬漬けであれだけど管理をちゃんとしなければ。あ、先輩、いらっしゃいませ。ごたくはいいよ。薬をくれ、特効薬をくれ。俺に特効薬を打ってくれ。先輩。で、これ一個と、ちょっと。いや、こっちいいか。これ一個と、病気を治すやつと、ストレスを緩和するやつと、性格弱い、眠らせる、そんなのが必要になってくる。これぐらいかな。他はだって今手出ない。よし、買おう。先輩、またお願いします。お、分かった。ちゃんと品揃えよくしとけよ。なんだ、なんか話して。お前いつものってこと聞くな、もう。お前は鳥頭か。ウイの方はいろいろな物事をしていろいろな話をしてくれる。よし、じゃあ今日はここまで、違う、今日はここまでって、動画の話じゃなくて、ね、ゲーム内今日はここまでですよ。よし、終了。よし、21日目、日曜日。おはよう。どうだい、薬は効いてる？効いてないっぽいね。え、ちょっと、もう体力すげえ減ってる。これはいかん、これはいかん。休息で、クンストして、そうだ、
会話フリフジ自由時間よし寝ていいよ、もうちょっと寝ていいから、昼前まで寝てていいから。お休みしたい。うん、お休みしてて。あ、難かってるわけじゃないか、寝言か。すやすやーい、すやすやーい、なんて嘘くさいんだ。お、はよ、どう、ダメな感じ、熱なの、マスター、もう元気だか、よかった、その一言を待っていた。昨日のさ、昨日薬使ったのは効いてない、それとも寝てる間どんどん体力奪われたってこと。私クースト上手かな。上手だね、上手だと思うよ。何もないところからいきなりなってオパールとかルビーとか作ってる。何時それぞれの神戸に冠を置き王とさすれば。そろそろアクアマリンとか行こうぜ。あ、水の属性がないんだよな。水の属性がないってことは、なんでサファイアとか失敗、どんまい、どんまい、次うまくやるといいなって感じでね。その辺はあんまり気にしないでいいよ、大丈夫だよ、誰もウイのことを咎めたりしないから、誰にもウイのことを咎めさせたりはしないから。マスター、お話でしょ。そう、お話だな、お話ししよう。このままだったらどうしよう。そんなことないよ、大丈夫大丈夫、だって日に日に成長してるわけだからさ。ちょっとぐったりなの、勉強のしすぎなのよ。そうか、いや勉強のしすぎはいいことだと思うんだけどな。でもそうだな、ちょっと今後控えるためにも。ねえ、分かった、マグダラのマリアって美人だった、すっごく綺麗な人だったの。俺の好みじゃないな、あいつちょっとやばいからさ。なんでもないもん。なんで拗ねたの、ケバいからあんまり好きじゃないって言ったじゃん。そんな別に今のあのそねみの対象にはならないはずなんだけど、ストレス感はいいね。さ、じゃあ何がしたい、ウイ。ゲームってね、楽しいのよ。ゲームか、普段ゲームやんないから、なんだろうな、ゲームやりたいな。さあ、なんだ、オッケー、わかった。ちょっと待って、これまた正解したら怒られたりする感じ。お星様はお月様の涙って本当？嘘？本当だよ、それは本当。本当本当。うわ、本当なの？あったり。ちょっと待って、これわからん。なんだ？いきなり最初から引っ掛け問題だったのか？お星様、嘘だ、それはお花が長い。なんだなんだなんだ、ねえ、わけわからん、間違いです。でも楽しそうだからいいか。今度はね、ホムクルスの女の子はみんな心が優しいって本当。あ、ごめん、飛ばしちゃった、ごめんね、飛ばしちゃった。大丈夫だよね、そこは優しいから今飛ばしちゃったことも許してくれるよね。どういうこと、なんか気まぐれにも程があるだろう。だって自分から自由時間で何やってもいいよっつったらゲームがやりたいって言ってゲームやったのにさ、そんなに俺を翻弄してどうしたいっていうの。いやー、もう寝るの。寝ていいよ、寝ていいよ、おやすみ、しっかり。また明日ね、また。うん、また明日、おやすみ。
てやったぞ。先輩、今日はどんなご用ですか？用という用ほどの用はないんだよな、困ったことに。というわけでさらばだ。次も。よし、研究室に戻って、じゃあちょっと早めですけど、今日はここで一旦、切ることにしましょうかね。あ、これは別にゲーム内今日を切るとかじゃなくて、本当に動画として一旦ここで終わりにしようかなと思います。セーブ。うえいね、かわいいね、超かわいいね。すでにファイ、普通にかわいいっていう、かわいいとかかわいくないとかっていう話じゃなくて、超かわいいね。すでにファイル、あ、もう前はその実に誰だお前は。よし、じゃあ、はい、今回はここで終わりにしようと思います。ご視聴ありがとうございました。続きはまた次回。それでは、バイバイ。